速神倉山公開個人的に体調を期待してちょっとフラフラなんですけど普通のものとも分かるんですけどまさかの4つ目ですでも1個目は玉木さんでしょ。もうこれをさぞ辛いのが古道の拙者あと10回の倒産が2つ目だったんでまあそれ1個としてこれ結構倒壊なんですよ4つですね。正確には5つですけどとにかく東海でこう古い道のやつは無理しないことですね。自分のペースで3分ぐらい経ったら休憩するとか杖あったら杖使うとかね基本ですけど明日は東海いないよな多分ないないはず。今回ね、本当はね、後輩これだけのはずだったんですよ。なんか余裕がしかしていたんですけど、ダメでした。ちなみに東海するときマスクしながらやっちゃダメですよ。呼吸困難になっちゃいますからね。下手すると。ここはちょっと楽ですね。それでもね、やっぱ3分ぐらい経つ。ちょっと休憩した方がいいです。と調子が良ければ30分ぐらいで足腰悪いですが1時間半ぐらい見た方がいいですね。うん、あ、片道ね。うん。俺は肩までや。こんにちは。こういう平坦のあと歩幅がそんな足上げなくてもいい。道は少し長く行ってもいいですけど。なるべく休憩した方がいい。入り口まで到着しました。結構そんなに行ったもん。拙者もあるんで拙者はまた後で行きますか。はい、あ、いいですか。
いのでかいな。この人、あ、この人カニさんかな、なんだろう、若いからカニさんだと思うんですけど。はい、入り口ですね。